誠とミクの誠の間。皆様はじめまして、サブカルチャークリエイティブプロデューサーの誠です。皆さんこんにちは、女優の佐藤ミクです。さて今回から始まりました誠の間。この誠の間は現在多くの創作写真集をプロデュースをしているサブカルチャークリエイティブプロデューサーの誠さんが、写真、音楽、空間デザイン、ファッション、コスプレ、サブカルなどについて、個々に頑張っているやる気のあるクリエイターたちの発掘、そして誠さんが手掛けていらっしゃる現在進行中のプロジェクトなどを紹介していく番組です。ラジオを聴きの皆さんに、いろんなサブカルチャーの魅力、誠さんのこだわりに加え、私佐藤ミクの個人的な趣味などについてもお話しさせていただきたいと考えております。はい、言うならばサブカル井戸端会議かもしれません。はい、改めましてサブカルチャークリエイティブプロデューサーの誠です。この番組を聴く皆様が、いろんなサブカルチャーの魅力や可能性を再発見していくこと、さらに、もしリスナーさんの中でこんな活動しているんだけどとか、これからこんな企画があるんだけどといったものがあれば、そんな取り組みの情報交換の場にこの番組がなればと考えております。はい、それではですね、まず誠さんの、略歴をですねご紹介させていただきます。はい、お願いします。誠さんは、東京都のご出身で、1981年生まれの現在38歳。ライブ撮影や人物撮影を主として写真活動をされていく中で、コスプレ撮影を通してコスプレイヤーの感性の豊かさを再認識され、それをきっかけにコスプレイヤーや若手クリエイターがさまざまな方面で活躍できるようになるための、誠の間プロジェクトを指導されました。はい、ご自身が起業された際に得たマーケティングの知識を生かしながら、空間デザイナー、イラストレーター、漫画家、シンガー、コスプレイヤーなどをと手を組み活動しているとともに、新しい可能性を持つクリエイターたちを育成、プロデュース、作品作りを目指していらっしゃいます。そして昨年9月に、ブルガリアのソフィアで開催された東ヨーロッパ最大のサブカルイベント、アニベンチャーコミックコン2019にも参加されました。はい、さてそんな、誠さんと一緒にこの番組誠の間を進行してまいります。私佐藤ミクは、普段は女優としてドラマや、映画に出演参加させていただいております。特に昨年は誠さんのご紹介でもありましたが、ブルガリアソフィアで開催されたアニベンチャーコミックコン2019においてですね、私が主演させていただいた映画22世紀寓話が招待され、私もですね本作品の上映前に舞台挨拶をさせていただきました。そしてご存知の方が、いらっしゃいましたら嬉しいんですが、ここ市川うらら FM さんで毎月第2、第4金曜日夕方6時から佐藤ミクの女優道という番組でもレギュラーパーソナリティとして出演させていただいておりますので、誠の間同様にぜひお聞きいただければなと思います。こんな2人で今回から楽しくためになる情報満載でお送りしていきたいと思いますので、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではまず最初のコーナーは誠の間プロジェクトのコーナー。はい、このコーナーはこれからのサブカルチャーを中心としたクリエイターさんの紹介や、誠さんの今後の写真集、美術品、展示会などについて、番組と連動する形でその成立過程をリアルにリポートしていくというコーナーです。はい、まず今回は第1回ということで、誠さんが普段どういった活動をされていらっしゃるのか、少し詳しくお話しいただけますでしょうか。僕が活動しているものは、はい、写真撮影ですね。はい、写真撮影、はい、中でも、はい、人物撮影をメインに。そうなんですね。はい、活動しております。風景よりかは人物撮影の方が多い。そうですね。はい、でそのきっかけになったのが、はい、知り合いにシンガーの子がいたんですね。あ、そうなんですね。はい、で、はい、そのシンガーの子が、はい、そのライブをすると。はいはい、音楽のライブをすると、はい、で記録に残したいんだけど、その撮影する人がしてくれる人がいない。そうですね、ライブってなったらやっぱ形的に欲しいですもんね。そう、そうなんですよ。はいはい、でそれでじゃあ僕が撮ろうかってことでカメラを買って、それで始めたっていうのが始まりなんです。そうなんですね。そうなんです。でも結構重要なというか。そうですね、なんかライブ撮影から入る人ってなかなかいないかなと思います。確かにそうですね。はい、はい、
でそこからせっかくカメラを買ったんだから、はい、他のことも撮影した方がいいよね。そうですよね、はい、ってことでそのシンガーの子もだし他の知り合いの人も撮影していったり、あとその、まあ、風景とかも撮影してたんですけど、やっぱ人物撮影するのが一番好きだなって。お子さんの中でやっぱり人と映るっていうのが、はい、人を映すっていうのが、はい、いいっていうのが分かったってことですね。そうですね、はい、でせっかく撮ったんだから人に見てもらいたいって思うじゃないですか、はい、あまあいわゆるちょっとこうインスタというかインスタ映え的な感覚 その通りです。そう、その通りです。だからそれでインスタを始めたんです。ああそこでインスタで そうなんですね、はい、へー、 そうすると、はい、インスタとかツイッターとか、はい、そういう、まあ、いわゆる SNS の、はい、の中に被写体さんという方々がいらっしゃるんですよ。被写体さんというのは被写体、はい、まあ、要はモデルさんとはちょっと違うんですけ ど、プロではなく、はい、その趣味の範囲でその写真に写る一般の方って。そうですね。へで、カメラマンもその写した被写体さんを、まあ、撮った 写真を、はい、その SNS に投稿する。なるほど、インスタグラムだって、うん、インスタグラムだったり、はいはい、被写体さんも撮ってもらった写真を SNS に投稿するみたいな、そういうふうに楽しみ方をしている方たちがいて、はい、でその僕がその撮った写真を投稿していたら、はい、そういう方からもこの依頼があったり、はい、僕から撮らせてください。依頼っていうのは SNS 上、あ、そうですね、メッセージとか、あ、ダイレクトメールとか、はい、そうですね、なるほど。で来て、でこう、その撮っていって投稿していくっていうのをしていくたびうちに、はい、どんどんこう面白みが分かってきて、うん、そうですよね、はい、やっぱやっていく中で。そうですね。でそこからコスプレの撮影、あ、コスプレイヤーさんを、はい、スタジオとかで撮影するんですよ、はい、というそれきっかけみたいなのあったんですか、コスプレイヤーさんを撮影するっていう。ですね、コスプレというもの自体は昔から知ってたんですけれども、あ、 そうです、はい、それの撮影イベントっていうのがあるんですよ。はいはい、なるほど、はい、その要はカメラマンの人が来て、その会場に来て、はい、でコスプレイヤーの人も会場に来て、あ、はいはい、そこでこの撮らせてください、あ、撮ってくださいみたいな感じで、はい、お互い写真の現場に写真を撮るっていう風な感じのイベントがありまして、はい、そこに行ってみて、はい、面白いなって、あ、また改めて、そう、元々アニメと漫画が好きなので、あ、なるほど、なんかやっぱりそのね、絵の中のものが、そうですね、はい、自分の好きなキャラクターだったり、はい、確かに、うん、がこうやってる人がいるっていうのはそれ見るだけでもすごい面白いんですけども、そうです、ね、はい、撮影となるとまたそのいろいろ考えたりするので、すごい、どういう風に撮った方が綺麗に映るかとか、そうなんです、そうですね、なるほど、はい、っていうのがすごい楽しいなと思って始めたんですね。あ、なるほど、はい、はい、で、で写真撮っていくうちに、はい、こう写真ってやっぱりシャッター押せば誰でも撮れるんですよ。まあそうですね、はい、私も確かにシャッター押せば確かに撮れますね、うん、なんですけれどもやっぱりこだわってくるとどういうふうに美しく撮るか、綺麗、はい、に撮るかとか、どういうふうなテーマを持って撮るかっていうのがすごくその写真の出来栄えに反映する。あ、結構でも大事ですね。そうなんです、はい、もともと写真ってその芸術のものではあるんですけれども、はい、その僕の入り方がそのアニメとか漫画、まあ、コスプレとか SNS っていうちょっとサブカルチャー的なところから入っているので、はい、なんかそれ僕にとってはこのコスプレ撮影とか撮影っていうのがちょっとサブカルの分野に入ってくるかなという感じで今活動してるんですね。なるほど、そうなんですね、はい、うん、でその被写体さんとかそのコスプレイヤーの方の、うん、その、の中でもそのやっぱりそういう風に表現っていうところに行きたい人が結構いるので、はい、そういう方と今関わって、でこのラジオ番組もで、まあ、何か面白いことできたらいいなって、そうそうですね、したいということですね、はい、っていう感じです。なるほど、ありがとうございます、はい、また今後ね、はい、このプロジェクトをぜひ進めて、はい、行っていただければなというふうに思います、はい、じゃあ皆様いかがだったでしょうか、これからもどんな、ね、こう展開になっていくのか私も楽しみでございます、はい、以上まことの間プロジェクトのコーナーでした。すごいよアンミさん、
続いてのコーナーはすごいよアミさんということで、誠さんが大好きなシンガーソングライター山田杏美さんの魅力を存分に語っていただき、毎月こだわりの楽曲をご紹介させていただくコーナーです。あらかじめラジオを聴きの皆様にシンガーソングライターの山田杏美さんについてですね、音楽サイトなどを参考にまとめさせていただきましたのでご紹介させていただきますと、弾き語りという言葉は一般的にはギターやピアノを弾きながら一人で歌うことを指します。しかしもともとは文字通り楽器を弾きながら語ることを意味していました。日本では琵琶法師が、西洋では吟遊詩人が行っていたものが弾き語りだったと言えるかもしれません。そして現代の吟遊詩人の代表と言われるシンガーソングライターの山田杏美さんは8弦ギターを巧みに操りながら美しい物語を歌います。中性的かつ少年性のある歌声、フラメンコのような荒々しさ、そして繊細さを兼ね備えたギターの超絶テクニック、それら2つが同時に耳に届きますとあります、まあ、そんな山田杏美さんの魅力をですね、今回はどの楽曲からお話しいただけますでしょうか。というかその前に、はい、まずその山田杏美さんが、はい、ってかってと僕が出会ったあっていう話をちょっとね、失礼しました、はい、はい、まあ僕の知り合いのピアニストの方がおりまして、はい、あジャズとか、クラシックとかクラシックとミュージカルがメインの方なんですが、はい、女性か男性かで言うと、女性ですね。あ女性の方、はあ、はい、でその方にすごいおすすめされたんですよ、はい、あこの山田杏美さんの楽曲を、はいはい、で、はい、それで、まず最初に YouTube を見たんですね、はい、その山田杏美さんの、はい、でその YouTube を見ただけでもすごい衝撃を受けて、はい、あこんな人がいるんだってなったんです、はい、歌とか歌詞とか含めてってことですかね。歌と歌詞と声質とメロディーラインと、まあ、ギター、はい、8弦ギターっていうその全てがこういいもうまとまりがすごい、はい、もう言い終わらせない感じになったんですね、はい、で、で活動を調べてみたら、はい、月に1回高円寺でライブをされているんです。それはワンマンというか、そうですね、ワンマンで、はい、今でも毎月されてる、ほぼ毎月されてるんです。そうなんですね、はいはい、もうそれは行くっきゃないなと思って行ったのが始まり。すごい、はい、はい、でやっぱり生演奏がすごいですね。あやっぱギター、そうですね、ギターのみの演奏に。そうですね、はい、それはまたやっぱ違いますよね、響き方っていうのは、はい、うん、という山田杏美さんの楽曲の中から、はい、今回はもしあなたがという楽曲を紹介させていただきたいと思うんですね、はい、はい、でたくさんもう素敵な曲たくさんあるんですけれども、はい、一番このなんていうのかな、親しみやすく山田杏美さん、皆さんにこう、そうですね、はい、伝わりやすい、はい、時にはってことですね、うん、曲かなと思って選びました。なるほど、もしあなたはということで、はい、はい、で、あなたがですね、そう、この、そうですね、もしあなたがですね、はい、で、この曲の、はい、まあ、注目していただきたいところは歌詞なんです、はい、そうですか、はい、はい、で、このタイトルにあるように、はい、このもしあなたがというふうに全てのこの言葉が並んでいくんですけれども、はいはい、その本当にもしあなたがっていう始まりなだけでもそのいろんな表現の仕方があるんですね。あその、はい、ちょっとその弱しい感じの弱気な、もしあなたがこういう時にはこうしたいんだけど自分はちょっとこんなことができないかもしれないみたいな感じの歌詞の部分と、いやもしあなたがこうなんか争いに巻き込まれてしまったら、はい、自分はしっかり助けるみたいな、あちょっとこう前向きになっていく感じ、そうなんです、はい、そういうところがあり、さらに一番強いメッセージのところがですね、はい、もしあなたがという内容なんですけれども、はい、その言葉がつかない、あそうサビの部分になるんですかね。そうですね、サビの部分が、なるほど、はい、そういうところを意識しながら、はい、その願いとの強さとかを今どんな感じ、この歌っているこの人、うん、その主題歌じゃないですよ、メッセージがどんな強さなのかっていうのを、はい、意識して聞くとすごい面白いな、なるほど、素敵な歌です、はい、
もしあなたがっていうのは、はい、こう歌のこの中で何回ぐらい出てくるんですか。ですね、歌詞としては5回です、はい、なるほど。けどそこの隠されているところを含めると9回ですね、はい、すごい、あ、面白そうです。そう、ちょっとその辺を意識して聞いてみてもらえるといいかなと思います。大事な部分ですね。もしあなたがこうどうなっていくのか、はい、ぜひぜひ皆さんお聞きいただけたらなと、はい、思います。ということで、以上すごいよアンミさんのコーナーでした。はい、ミクの乙女ロードウォッチング。さて、このコーナーは先月まで放送しておりました北野しおりのリアルドライのワンコーナー乙女ロードを引き継ぐ形でですね、東京池袋にあります乙女ロードについて私佐藤ミクがいろいろリサーチしてきたものについてリポートさせていただくコーナーです。今回は改めましての初回ということで、まずは我らがウィキペディアを参考にですね、乙女ロードの歴史について、説明したいと思います。池袋駅周辺には1980年代からアニメートやアニメポリスペロといったアニメグッズを扱う店舗が点在しており、アニメグッズの購買層が女性に偏っていることから秋葉原や中野に比べて女性客を集めやすい環境にありました。もっともこれらの店では当時特に女性向けの商品展開は行われていなかった、また当時コミックレボリューションやサンシャインクリエーションなどサンシャインシティで開催されている同人誌即売会は男性向けの傾向が強く、必ずしも女性向けに特化した地域ではなかった。しかしアニメイトが2000年のリニューアルオープンに伴い女性向けの傾向を強く打ち出したことがきっかけとなり、男女のオタクが共存していた状態から女性オタク向けに特化した商品展開が目立つようになった。また秋葉原が男性オタクの街として認知されるに伴い男性向けの商品をそちらに重点的に配置する店舗が増え、結果的に女性向けの品揃えの店が池袋に集まった、乙女ロードにはサンシャインシティ内をはじめとして安価の雑貨や雑貨化粧品、洋服の販売店や喫茶店が多いため、自身の趣味に対して比較的多額の投資を行うため、そういったものにあまりお金をかけない女性オタクの消費行動とマッチしたという面もあるそうです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、とんでもないですということで、以前、放送させていただいておりました北野しおりのリアルドライから引き続きということ で、ありがたいことに、はい、頑張らせていただければなと思っております。何か誠さんで、なんか乙女ロードなんかちょっと思い出とかありますか。乙女ロードを、はい、初めに聞いたのが、はい、これ20年前ぐらいにありますよね。そうですね、そうですね、はい、大学卒業したぐらいあたりから、はい、そのちょい少しこう耳に入るようになってきて、でもその頃は、はい、イメージですよ、はい、僕のイメージ、羊喫茶があるところあっていうイメージ、はい、あ、なるほど。そうだから男のオタクが秋葉原に行き、はい、女の子は池袋に行く、乙女ロードに行くみたいな、そういう感じだったので、まあ、自分には縁がないなって思ってました、ね、あんま行かれたことはない感じ。ないです。あ、そうなんですね。そう、それこそ私北野しおりにリアルドレイの時に一緒にというか、はい、控室にずっと、うん、プロデューサーとして、ね、いらっしゃっていただいてたので、はい、私のこう多分話している時も聞いていただいたと思うんですけれども、熱いトークをね、はい、いつも楽しく聞いておりました、はいはい、私も初めて知ったのはでも本当に高校生の時にっていう感じで、それこそ本当同人誌とか、はい、その、まあ、サブカルというかアニメのグッズがたくさん売ってる場所っていうイメージですごいあったので、やっぱ実際行ってみてなんかちょっとなんか天国というか、天国ね、アニメオタクからしたら、もう女性のアニメオタクからしたらすごい天国というか、うん、いやもう一日中入れるみたいな感じのグッズが本当にたくさん豊富で、本当に揃う
て、もうアニメごとにちゃんとしっかり分けられているので、うん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 、見やすいですし探しもしやすいっていうのがすごい特徴なのかなって、うんうんうん、私もあのこれまで、見てきた中で思います。はい、お気に入りってよく行くお店、そうですね、うん、一通り行くんですけど、あ全部回る、はい、あすごい、もうそれはすごい、それ見ているだけでも楽しいですし確かに、あ今このアニメがここにこう、話題になっているとかっていうのがすごい分かるなっていうのが感じます。じゃあ、うん、自分の好きなアニメだけじゃなくて、はいで、はい、そうなんですよ、これから、はい、これが来るんじゃないかなみたいな、はい、その市場調査的な、はい、なんとなく、はい、あ私自分自身知らないアニメも、うんうんうん、あこういうアニメあるんだっていうのも知ることもできますし、あそれは情報収集の場としてもすごくいいですね、はい、そうなんですよ、はい、なるほど、なので楽しいです、はい、あちょっと僕も行ってみようかな、はい、ぜひぜひ、うんうんうん、そのアニメグッズ以外にもコスプレの衣装であったりもこう売ってたりもしますので、はい、あそうですね、はい、ウィッグとかね、あそうです、ね、もうウィッグ専門店っていうのもすごいいっぱいあるので、うん、僕自身はコスプレをしないんですけども、あそうなんですね、はいはい、あのコスプレの撮影をするのに、はい、そのコスプレイヤーの子についていって、はい、ウィッグの専門店行ったことあるんですよ。あそうなんですね、うん、はい、面白いですね、面白いなんかもう本当に細かい色味も、はい、あのえこれとこれどう違うのぐらいな、本当に繊細ですよね、そう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 、すごい細かい色のバリエーションがあって、うん、キャラクターによってちょっと髪の色が違う、黒でもちょっと違うっていうのが、うん、そうあったりとかで、あとアニメとか、まあ、ゲームの場合、はい、その色がこの絵ではこの色なんだけどこの絵ではちょっと色が違うみたいなのもあるから、はい、どっち選ぼうみたいなのですっごい小1時間悩んでますね、はい、コスプレイヤーの子たちが形も決まってるものもあったりとか、うん、そうだからなので、うん、進化しつつありますね結構、うんうんうん、こう店舗がこう移動したりとか、はい、大きいリニューアルした ら、うんうんうん、したりとかすごくあのこう目まぐるしく回っていく感じがあるので、うん、はい、すごくでもあの楽しいですし、うんうん、全然もうアニメオタクの方ぜひ行っていただきたい場所でもありま す、ね、はい、僕もこれからチェックするようにいたします。 ありがとうございますまだあの今後もよろしくお願いいたします私もねあのこう毎月毎月、会話していただいて、うん、皆さんに、はい、情報を、ね、はい、お届けしていけたらなというふうに思っておりますので、はい、ぜひ皆さんお楽しみにということでよろしくお願いいたします。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今後もね頑張らせていただければなと思います。以上ミクの乙女ロードウォッチングのコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングが近づいてまいりました。今回から始まりました新番組まことの間、皆さんお聞きいただきまして本当にどうもありがとうございました。この番組まことの間は毎月第2、第4日曜日お昼12時から放送してますので、ぜひ次回放送もお聞きいただければ嬉しいです。初めての放送でしたけれども、はい、誠さんいかがでしたいかがでしたでしょうか。いやもうなんかすごい緊張しますねやっぱり緊張が伝わる。そう緊張しますよこれは。初めてそうなんですよ、ここに座るのこのスタジオの今までずっとそうスタッフのルームみたいなところがあってね、はい、そこでこの、収録の現はい、携わってたんですけれども、はい、こうやってここに座るのが、はい、ね、初めてなので、はいはい、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そしてこの番組は、お聞きの皆様のご感想ご意見ぜひ、お送りいただければと思いますので宛先お伝えいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com まことの間までお待ちしております。それではまことの間また海にかかりましょう。皆様のお相手はまことと佐藤美久でした。では皆さんぜひ次回もまことの間よろしくお願いいたします。